このセクションでは、T40 と T20P のユニバーサルリモコンの操作と仕様についてご説明します。こちらはリモコンのスイッチボタンです。電源オフの状態で短く押すとリモコンの内蔵電池残量が確認でき、単押しの後に長く押すとリモコンの電源がオンになります。電源を入れたまま操作した場合、単押しでスクリーンオフにして節電し、単押しと長押しでリモコンの電源を切ります。こちらはスクリーン側のボタンで、その機能はリモコンのスクリーンで対応するアイコン機能と同じです。スクリーン上のアイコンをタップするか、対応位置にある物理ボタンのアイコンをタップすることで機能を選択できます。これは5次元にカスタマイズされたボタンで、中央のボタンを下に押し、4方向にボタンを切り替えることで操作します。リモコンの設定で、上下左右と中央の5つのボタンを異なるショートカット機能に設定できます。例えば、アップキーを電灯のスイッチに設定します。飛行ルートモードでは、右側のジョイスティックを動かすか飛行モードのスイッチを切り替えることによって、ドローンはすぐに緊急ホバリング状態に入り、墜落事故を回避することができます。こちらはステータスインジケーターで、リモコンがドローンに正常に接続されている場合、このランプは緑色に点灯します。リモコンがドローンに接続されていない場合は赤色になります。こちらはリモコンのパワーインジケーターで、リモコンの電力不足によって自動オフになり、コンタクトロスにならないために、離陸前にリモコンのパワーレベルを確認し、パワーが十分であることを確認してから操作を実行する必要があります。こちらはリターンボタンで、2秒間長押しすると、リターンが作動し、ドローンは前回の離陸で記録された位置に戻ります。リターンフライト中、リターンボタンを短押しすると、リターンフライトがキャンセルされ、ドローンはその場でホバリングします。こちらは戻るボタンで、操作中に短押しすると、前のページに戻ります。これは噴霧散布スイッチボタンで、短押しすることで、手動で噴霧または散布がオンになります。こちらは流量調整ダイヤルで、手動で作業しながらリアルタイムで噴霧散布の流量を調整できます。こちらは飛行モードスイッチで、S は姿勢モード、F と N は衛星測位モード、通常デフォルトでは衛星測位モードが使用されます。リモコンにデータを取り込むためのマイクロ SD メモリーカードを挿入するマイクロ SD カードスロットです。こちらは USB-A ポートで、リモコンと他のデバイスを接続します。例えば、充電器や燃料充電ステーションを接続してデバイスを起動したり、デバイスの状態を確認したりします。こちらは HDMI ポートで、テレビやプロジェクターを接続して、リモコンの画面をディスプレイ機器に映し出すことができます。リモコンを充電したり、コンピューターや他のデバイスに接続したりするための USB-C ポートです。こちらは FPV 画面と地図の切り替えボタンで、クリックで切り替えができ、スクリーンの左下を直接クリックしても画面を切り替えることができます。こちらはカメラ調整ダイヤルで、こちらを切り替えることでカメラの傾き角度を調整できます。こちらにある C1、C2、C3 ボタンは、すべてカスタムボタンであり、一般機能を設定することができます。こちらは外部バッテリーとニックのハッチオープナーキーで、これをそこまで押した後で、上に回すとハッチカバーが開きます。こちらはリモコンのバッテリー固定スイッチで、短押しすると、外部バッテリーを取り出すことができます。外付けバッテリーを取り付けるには、バッテリーを底に押し込んだ後、軽く上に押し上げてください。次は、ニックの取り付け方法についてご説明します。ニックのハッチから2本のネジを外し、SIM カードをニックに挿入し、ニックのアンテナを 4G ポートに接続し、ニックをリモコンに挿入し、ハッチを覆い、ネジを締めます。ここで戻るボタンとその他のボタンを使ってのショートカットをいくつかご紹介します。
戻るボタンプラス噴霧散布ボタンで素早く録画します。戻るボタンプラス FPV マップ切り替えボタンでスクリーンショットが素早く撮れます。戻るボタンプラス左フロー調整ダイヤルで画面の明るさを調整できます。戻るボタンプラス右 FPV 角度調整ダイヤルでリモコンの音量を調整できます。もちろんこれらの操作はドロップダウンメニューからも行うことができます。以上、リモコンの使い方についてご覧いただきありがとうございました。